どううもおはようございまますす5月25月日朝6時の相場解説になります、えー、今ね見ていただいているのが週足なんですけども私は盛んにですね上昇圧力がある上昇圧力があるっていうふうにずっと長い間言ってきたと思いますしそれからね W は右辺が強いよってことも申し上げてきました週足を見ていただくと分かると思いますけどもこれ1本のロうソク足が1週間を示してるんですよとなるとね 1>, 1週間2週間3週間4週間5週間6週間7週間8週間9週間10週間にわたって上昇圧力が継続されてこのチャンネルラインをね作ってると思うんですよこっちの方向にねそれでどうでしょうか W は右辺が強いネックラインをここだとしたらまさにね W っていうのがここにできてるわけですよ右辺の方が強くなってでしょネックラインこうやって上の方にねこれをずっと言ってるわけなんですよね W 変が強いということで1週間あたりのそのまあ利益っていうのも取れることが分かると思うんですよちょっと引き伸ばしてみますよ私が週の取引をするときに必ず倍で入ってるわけですよねそうなると少なくともこの3週間でここは迷ってるところですけどもその前の3週間これ取れてることが分かると思うんですよだから週間取引ってすごく楽なのにね月曜日に仕入れて金曜日に決済するわけじゃないですか こんんななにに手間がががかかんないのに莫大な利益が上がってくるでぜひねあの1日の取引、えー、まあデイリーが終わったらあのデイトレードですねこれが終わったらねコンプリートしたら週の取引の方に移っていただきたいかなと思います場合によっては並行してやってもいいですしね日々小さいお金を稼いでそれを次の週にぶち込んでいって増やすみたいなねだからこう本当にスノーボールみたいな感じなんですよ 毎日の取引で小さなお金を稼いでいて、時にはマイナスでもになりますけどもね、マイナスになるんだけども、それを翌週の、その利益をね、翌週のエントリーにするってことで、週間の利益を取っていくわけなんですよ。で、月間取引もたまにしますけどもね。うん。まあそういった形で、まあデイリーポジションですよね。だから、あとデイトレードかすいません。デイトレードっていうのは、 あの将来大きく利益を取るための種線でしかないってことなんですよ、まあ、FX ってのもねあのコンサルに入ったらこの辺お伝えしますんでバシバシ稼いでいってもらいたいと思いますえとりあえず皆様にはあの上昇圧力がね実際にあったってことが分かるでしょ後付けじゃなくてずっと言ってきたでしょで W は右辺が強いってのも現実化したじゃないですか W ね右辺の方が今強いじゃないですか実際 まあ、こういうふうに、前々から言ってたことが、ほら、実現したでしょってことの繰り返しで FX オリガルィはできていますんでね。えー、まだオリガルィに参加しない方は、早く参加した方がいいと思います。ね、あの、お問い合わせお待ちしておりますね。そして、ここから、普段の相場解説になりますけども、デイリーの方ですね。えー、ネックラインを超えてからというもの、うん、ここも超えましたね。もう本当に一方的に上昇していることがわかると思います。下髭もそれを物語ってるでしょ上髭は出てますか ねねね出てませんん、ね、ほとんど、ね、下ひげが下に向かうエネルギーを否定して上昇するその勢いをこの陽線の並びで示していますよねもうそれ以上に言うことはないと思います何よりものこれフォーメーション分析ですよはいじゃあ4時間の方ですけども本当にね4時間もね微妙なところって全くなくってその。 まあ横ばいっぽくなるときあるんですよ確かに横ばいっぽくなるときあるけども横ばいの中でも上に圧力を感じる横ばいだよねっていうふうなことも申し上げた通り上に抜けていく可能性が非常に強くて実際に上に抜けているところが見えるっていうのが今ご覧いただいているこの図ですで特に今週は材料がねあんまりないんでテクニカルが非常に生きるわけなんですよいやこれはもうやる前から利益取れる週だなっていうふうに思えなくちゃいけないですねで先週はやらない方が良かったでしょやっぱり 難易度で比べたら先週ってのは難易度はもう10ぐらいですからねで今週はそれに比べたら1ぐらいですから超簡単というね、まあ、簡単なところでも攻略できてない方いると思いますのでまずはこの簡単なところからの攻略を手にしていきましょうということになりますじゃあまあ前々からレンジ組んでますけども今回はブレイクししして上昇したわけでしょだからこれも突発的な要線の並びかもしれませんけどもレンジオプションを組んでいたら アウトブレイクってものが気けけるわけじゃないですかでアウトブレイクのポイントはどこかって言ったら先先の先っぽを見ればいいでしょそうじゃなくてもこの切り板でいいわけですよ。131円の945を切り板としてここを超えたらバイでエントリーブレイクっていうふうに考えておいてもよかったわけですよ。で昨日はね上底の方を131円の855とか860で設定したわけですからこれを抜けたらさすがにブレイクアウトを準備しとかないとなってことで結局この切り板遅くても131円の900では。 上の方にブレイクでバイをしなくてはいけないよってことがわかると思うし、そういう説明をしたと思うんですよ。まあだからね、あの私の相場解説オリガルヒで毎日五六回更新しますから全部見ろとは言いませんけども、ただ全部見たらほら勝てますよって話ですよね。はい。あとは実際に、えー、このねテクニカル理論を信じて行動に移せる勇気があるかどうかなんですよ。だからね形だけ 学んでもダメで精神力は精神力で鍛えていかないとってことになりますじゃあどうやって精神力鍛えるのって繰り返し申し上げますけどもデモで記録を取りながら1000回ぐらいやってみてください勝ち越すってことがあの分かりますからそしたら自信は出るでしょそうやった精神力の磨き方もありますので別に滝に打たれる修行しようってやってるわけではないんですよ回数こなすことで最も単純に精神力は鍛えられますからいわゆる平気になってくるってやつですねはいじゃあ今回は以上です